こんにちは、ゾシンです。この間からコロナウイルスの感染症でかなりしんどい後遺症を患っています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ということで今回はタミヤから最近発売された動物セット2について紹介していきたいと思います。ジオラマを作る元気がなくてごめんなさい。中身はこんな感じです。中型から大型の動物がメインでセットされています。前回がこんな感じで鶏やウサギなどの小さな動物がメインでラインナップされていました。 B4 のカッティングマットのサイズと比べても分かるようにかなり大きな動物がメインとなっています。それでは組み立てていきましょう。組み立てるに際してこういったちょっとした突起の部分は全てカットしてあげる必要があります。まずは組み立てる動物のパーツをランナーから切り離していきます。だいたい3から4のパーツで1体の動物は構成されています。パーツを切り離した後の部分が少し本体に残っていると思うのでそこをデザインナイフで毛がいていきます。そしたらパーツを接着していくんですけれども、この豚の内側何だと思います？ショート動画では紹介しましたが豚の部位が書かれています。このキットは新しいキットなのでパーツはしっかりと合います。なので少し浮かした状態で流し込みの接着剤を流してあげる、この方法が一番簡単に接着できるかなと思います。接着すると見えなくなってしまうのでこの部分は見納めになります。ということで先ほどお話ししていた流し込み接着剤を流してこちらのパーツはくっつけることができました。お腹の部分も別パーツで再現されているので山と谷をしっかりと再現できていますね。頭もそのまま接着するだけで隙間なくつくことができるのでとてもよく設計されたキットだなと感心しました。接着剤によって溶けたプラスチックを押し出すような合わせ目消しの方法を使うことでこの合わせ目はしっかりと消えてくれます。豚さんも満足そうですね。続いては馬の作成に入っていきます。内ももの部分をしっかりとディティールを再現するためにここも別パーツで再現されています。顔のパーツも2つ、胴体を接着してあげて耳のパーツを合わせた頭のパーツを胴体に接着していきます。左前足のパーツと可愛いふさふさの尻尾を取り付けてあげれば馬は完成です。昔のキットよりかなりディティールが良くなっていますね。続いては牛になりますが特に面白いこともないので飛ばしていきたいと思います。本当は牧場のジオラマとかやりたかったんですけれどもめちゃくちゃしんどいんですよね。咳も鼻水も止まらないし何より息切れがすごくって報道されなくなっただけで苦しんでる人は多いんだろうなと思いました。皆さんくれぐれも体調にはお気をつけくださいと話している間に牛が完成しました。可愛いですね。お次は2つのポーズで封入されている羊です。羊はこちらのミニアートからの意味わからないセット、羊セットですねが販売されているんですけれどもそれよりも安く簡単に手頃に手に入るので今回のタミヤのラインナップは嬉しいですね。こちらの草を食べているようなポージングの羊とこんな感じで上を向いている羊の2種類のポーズがあります。さて皆さんお待ちかねのインヌのコーナーになりました。絶対ミリタリー関係ないよね、情景に使うわけないよねというようなラインナップですけれども気にせずに見ていきましょう。パーツ構成がとてもよく考えられているんですけれども一つ一つがとてもキュートです。これにこじつけて平和なジオラマもいっぱい作っていきたいですね。とても凛々しいドーベルマンくんのお座りをしたポーズですけれども反則級に可愛いこのお尻のパーツはこのキットの隠された見どころだと思います。素組みですが全体を見てみましょう。こちらが今回の動物セット2を全て立体化したものになります。合計8体の中型から大型の動物が封入されています。こちらが大昔に販売された動物セット1のラインナップになりますのでこんな感じに並べてみてもラインナップに意図的なものがあるのは感じられますね。相対的に見て今回の動物セットはかなりいいラインナップだと思います。羊は中東のジオラマ、牛はベトナムのジオラマ、犬は原用のジオラマとかに役立てそうですね。他社メーカーのワンちゃんたちも合わせてこんな感じで色を塗ってワクワクするジオラマを作ってみてはいかがでしょうか。皆さんもぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。